はい、久保さん、こんばんは。気になる男126話ですね。126話、よろしくお願いします。だいたいペースがなんか、できてきたところなんですけどね。未だにまだペースを 使うのに、四苦八苦しているっていうところなんですけども。前回、違いをもたらす違いですよね。いうお話と、まあ、一発でね。そっか塾が売れたってお話もしていただいたんですけど、まあ、あくまでそこは結果というところで、やっぱり結果の前の過程というかね、その考え方のところの部分っていうのをやはり大事にしたいなと思っていて、今回も動画作ってたんですけど、今回のテーマは、まあ、意思あるところに YouTube は開けるというところにしたんですけど、まあ、前回のお話を聞いてですね、久保さんのお話を聞いてなんですけども、ここですよね。どうせやっても意味ないでしょう。どうせやっても意味ないんでしょうと。まあ、このような、もうやる気をそぐような言葉を投げかける人。このような、やる気をそぐ言葉を投げかける人。に対してどういう意味付けをしていくっていうことに対して一つ答えをいただいたんじゃないかと思うんですよね。この言葉に対してどう、戦えばいいのかと、そう言ってくる人に対して意味はないでしょうと。ここですよね。意味はなくとも意思があるんだと。意味はなくとも意思があるんだというところですよね、これ。まあ、そういう思いがあったとして、で、言うわけですね。どうせ無駄なんじゃないのと。どうせ無理なんじゃないのと。まあ、意味がないんじゃないのと。まあ、だから、この意味がないっていう言葉に対して、やったって無理なんじゃないのとか、どうせ無理じゃないんじゃないのって言葉が包括されてるわけじゃないですか。でもここに対して深く話しても、いやいや、そういう意味で言ったんじゃないよっていうわけじゃないですか。だから会話にならないんですよね、やっぱりこういうところって。こういう方とお話をしても、誰が最もよく使う言葉かですね。誰が最もよく使う言葉か。これ一番残念なことなんですけど、まあ、一緒にいる家族がね、最もよく使う言葉なんじゃないでしょうかと。もちろんその同僚とか、会社の人とかに、こういうことをやろうと思ってるって言って、大体相談すると、ねえ、なんか、そんなのやっても意味ないじゃんっていう話になるじゃないですか。だから普通は会社の人には言わないとは思うんですけど、会社だったり身近な人でも、ことその家に一緒にいる家族に対してはやはり言っていかないといかないわけじゃないですか。どうしたってね、一緒に生活してるもんですから、まあそこでやっぱりこういうの出てきますよね。新しい可能性を求め挑戦することに対して、まあ、懐疑的しかない乏しい思考と、まあ、別に懐疑的ではいいと思うんですよ、当然ね。そんなの分かんないですからね。ただ、それをやっていかないと、もう先がないというね、いうところにどうして気づかないのかなっていうところ、まあ、気づいたところで意味がないんですけどね。そもそも、まあ、他人事というかね、いうところになるんじゃないかなと思っていて、まあ、それは意味あるのと、その意味をね、問い続ける、まあ、ここの、もうこの時点でもなんかダメなんじゃないのっていう感じになっちゃうんですよね。これ意味あるのっていう、この、なんていうんですかね、表現出にくいんですけど、そう。でね、これは例えば、じゃあ、
ね、あなたの存在意味は逆にあるんですかってね、聞いたところで結局答えなんて出てこないんですよね。その、まあ、思考停止状態になってるんで理解してもらえないんですね。何を言ってるんだと、何を言ってるんだ、逆にね、このなんというその言葉の理解ができないんで、あれ戻ってる、すいません。この意味を解いてる時点でもうここまでが限界なんじゃないかなと思っていて、だからこれを聞いたところで存在意味ありますかって聞いても、どうなんですかって聞いても結局もう止まってるから分かんないですよね。もうなんか、あ、何を言ってるのって言われるだけなんですよね。何ですかみたいな。ははあ、みたいな。ね、いやいや、意味ないでしょと。うん、だから、会話にならないですよね。残念ながら、ちょっと、まあ、申し訳ないですけどね。でもこうなったら、もうこう考えるしかない、ですよね。家族は敵である認識を改める必要性と。もちろんね、こう家族って、こうなんだろう、みんなが仲良くね、こう、わかんないですけど、まあ、こうかな、こう言って、こうして、まあ、子供がいるんなら、こうかな、こんな感じで、こう、手と手を取り合う的な、よいしょと、よいしょ、こうやってなんかこう、で、子供がね、いて、こうちょっと、こんな感じ、えい、なんかイメージが伝わればいいんですけどね、こんな感じが一番こう家族の集合体っていうイメージが、まあ、あると思うんですけど、まあ、理想のね。でもね、こうならない場合もやっぱりあるんじゃないかなと思ってて、それもまた仕方ないかなと思っていて、それがね、現実であれば仕方ないと。そのやってみなきゃ分かんないっていつも自分は思っていて、やってみなきゃ分かんない、まあ、だからやってみて、ただそれだけなんですけど、だここになんか可能性がね、いつも感じてるんですよね。見えてないんですね、この先っていうのが。自分もいつもこう見えてはないんですよ。このなんだろう、ここにある、あ、ちょっと曲がっちゃった、ここにある、まあ、未来みたいな、未来かな、未来で、ここ今ここに立ってるんですよね、こう今。でも多分これやってみようと、まあそのだからやってみるっていうところなんですけど、多分なんですけど、こうきっとなんか見えてるんですよね、きっと見えてる。ここはなんとなくぼんやり見えてて、だから多分やろうと思うんですよね、きっと。多分全くそのやって意味がないっていうか、やってもなんかこう感覚的にこう手応えがないとやらないと思うんですけど、なんかこう感じるからきっとやる、まあだからやってみると思っていて、まあ、ここを久保さん言ってくれましたね。どんなことでも放置されたままでは問題を解決しないと、まあ、いうところで、その、まあ、自分が一度いろんな、昨日、前回のお話では、いろんな前やった企画に対して、まあ、ちょっとね、うまくいかないと思って、自分から投げ出したっていうことあったんですけど、まあ、もう一回ね、やり始めたみたいなことのお話もしたんですけど、やっぱりそのやめたままだと問題は解決しない。だからやっぱりその、だからその、わからないならわかるまでやるしかないと、一回ね、こう、絶望、もうダメだっつってね、ダメだってこう絶望しても、もうダメだってこう絶望しても、なんだろうね、それでもう一回ね、こう立ち上がるっていう必要があるんじゃないかなと思って、おおっつって、これ笑顔だからちょっとちょっと違うんですけど、イメージがね、これなんかこう絶望してるんで、こう泣いてるイメージなんですけど、おおっつってから、おお、分かんない、うまくいかない。
そうそう、この最良の選択をしても結果分からないっていうところもあって、何が最良か分かんないんですよね正直。結果分かんないんで、やっぱやっていくしかないかなと思って、でね、この挑戦に対してね、足を引っ張るメンバーがね、家族であることが多分往々にあるんじゃないかなと思ってて、これもよくそのなんだろう、時々お客様とどうですかやってみませんかって言ったら、いやね、ちょっとうちのものと相談しないとみたいなね。で結果大体相談すると、まあ、良くない結果というか、やっぱりやめようっつってね、いう結果にならざるを得ないんですけど、ここが難しいですよね。その家族がね、敵であるとはっきりと認めてしまうこと、これがそのやっぱり、現実と向き合うっていうところが本当に難しいかなと思ってて、現実そういう場合が結構あるんじゃないかなと思ってて、これをね認めてしまうかどうかですよね。で大体このそれをやって意味があるのって聞く人は、まあここですよね。結局何も生まずに何もやらずに、まあ、邪魔しかしないんですよね。本当ここでもここのこの質問ですよね。この質問自体のところでピンとこなきゃいけないのかもしれないですね。あ、こういう質問してくるんだなっていうね。あ、そういう人みたいな、そういう人みたいな。でも質問自体でなんかそこでパッと把握しなきゃいけないかもしれないですね。そういう意味で言うと、じゃあそういう人に対してその理解してもらおうとか、なんかね、自分のやってることに対してなんかこう少しでも、まあ、理解かな、理解っていうのと、共感とか言うんですかね、してもらおうっていうことはもう捨て去った方がいいですよね、もう完全に。だからこそどう考えていくかっていうと、やっぱり邪魔をねされても、邪魔をされても反対されても、もう確固たる強い思いでやっていくしかないかなっていう、ここですよね。目の周りに一番身近な人に敵がいても、それでもやっていくっていう、ここをしないと多分道が開けないんじゃないかなと思っていて、だからその言葉の意味が理解できない人に対してその意味を持たせようとする試み自体が無駄なんですよね。時間の無駄っていうね。何度その話を交わしても、なんだろう、平行線になるっていうか、こうなんだろう、話しててもうまく噛み合わないんですよね。こうおかしいっつって、こう会話がこう空中を飛び交っているというかね。ここになんかもうこうなんていうか、隔てない壁があるっていうかね、この全然その会話にならないみたいな。そうそう、結局時間の無駄なんですよね。だからもうどうにかして折り合いをつけていくしかないですよね。本当にもう理解できない壁がもうすでに存在してるんだと、しょうがないですよね。だって自分がその何だろう、結婚した当初っていうのは同じレベルだったかもしれないじゃないですか。だからもともとはね、同じような人が結婚したと思うんですよ。こうやって結婚するっていうと同じようなレベルだったけど、でも片一方はこう言っちゃって、片一方はずっとこの状態だと、当然ね、ここに差は生まれるわけで、そこの差っていうのがどうしてもね、こうもう隔てないですよね、ここの壁が。でもそれはしょうがないですよね。もうその時その時で違うんで、10年前とか20年前ね、結婚した時は自分がここだったかもしれないですけど、まあ、人は変わっていきますし、変わらない人は変わらないっていうね、非常に分かりやすい例なんですけどね。はい、時間的にも意識的にも金銭的にも、まあ、邪魔をねする存在が
いるってことを素直に認めなきゃいけないですよね。ああもう邪魔をする存在になってしまったんだっていうね、しょうがないですよねもうこれは、だからその状況にもう恨みとか不平不満を言ってもしょうがないし、分かってほしいとか、なんかこう寄り添ってほしいとかね、そういうもう甘えですよね、もうこうなってくると。それも無駄なんで、まあ、自分のやることに集中していくしかないのかなと。悲しいですけどね。だからこそ、まあ、意思を持って、まあ、YouTube をやるっていうこと、まあ、これをやることで、まあ、未来は広げていくんじゃないでしょうかというところでね、今回の第126話、まあ、終わっていこうかと思うんですけど、まあ、だから YouTube をねやろうとして止まっているとか、まあ、動けてないっていう人はね、脱初心者講座設けてますんでね、ぜひ声をかけていただきたいっていうところもあるんですけど、ちょっとね今週で一回締め切ろうかと思っていて、ちょっとまた新しいアイデアがまたできたのでね、一旦ちょっとこれに対しては一旦ちょっとここで止めて、また次ねこういう機会があればまたねこういう価格でやっていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね思うところもありましてまあこの機会でちょっと終わろうかな。まあ多分明日もう一回、今日水曜、これ木曜なのかな、もうちょっと日付が感覚がおかしくなってくるんですけど、あと1回か2回ぐらいの声かけで、まあ、終わろうかなと思っていて、なんかねそういうことをすごく思っていて、まあね何事にもこうやっぱ意味を持たせて活動していく、なんかね、これによっていろいろ変わるんじゃないかなと思っていて、今回の話で要はその意味を持たせてきれない、意味を持たせきれないことによって動けない、いやこれやっても意味なんじゃないかって自分に対して思っちゃう。もちろんそれは他人が言うことに対してもそうですけど、自分自身がねこう投げ出しちゃうというか、勝手に諦めてしまうっていうことをするところに対して、いやこれは意味があるんだよと、しっかりとこう考えていけば意味があるっていうことがしっかり自分自身認識できれば、それっていうのはまあ自分の成長につながるし、まあ、それがね最終的に富への繁栄、まあ、お金を稼いでいくっていうことになっていくんじゃないかなとは思ったりもするんですけどね。はい、ということで気になる男シリーズ第126話、まあ、こんな感じでねちょっと終わろうかと思います。はい、ということで久保さんありがとうございました。なんか今回もねすごくなんか意味があったようなねところがあって、結構これすんなり作れたんですよ。昨日前回その前はねちょっとなんかうまく作れなくてすごくだったんですけど、今回はすごくすんなり入ってきたところがあって、はい、ということで第126話こんな感じで終わります。では、久保さん、続き127話をまたよろしくお願いいたします。はい、ということでありがとうございました。気になる男の、なんでしょう、うまく終われなかった、はい。気になる男126話でした。以上です。ありがとうございました。